朝夕谷は中華民国空軍の軍人。1925年、雲南航空学校第一期卒業。卒業後も飛行教官として同行に泊まり、12月に学生班班長。1926年、国民革命軍の北伐に参加。1929年5月1日に南京航空司令部が創設された時には、航空第一体飛行員であった。 5月21日に殉職した、広育層に代わり、水上引退隊長に就任。同年11月26日、軍政部航空所航空第2隊引き死。1929年7月、もう国発、朝廷、武氏石万牛らと共に、中央軍艦学校航,航空班共艦。1930年5月6日、軍政部航空所航空第1隊隊長。 中原大戦に参加し、大戦終結後は、武漢に駐留した。1931年6月3日、軍政部航空第7隊隊長。1932年、航空隊は4個隊に縮小されることになり、航空第3隊の隊長となる。1934年5月頃に、航空隊が8個に増強されると、偵察権爆撃隊である、第3隊の隊長。 この間、1933年より翌年にかけての、厚生省第五次総協作戦。1935年の、川辺特別地区での対抗軍戦闘を支援。1935年9月7日、空軍中高。1936年10月16日に、西安で空軍第六大隊が編成され、大隊長に就任。第六大隊は、偵察機大隊で、 ダグラス製の航空機を使用していた。1937年5月、航空委員会第一庁、第一所所長。9月7日、空軍上校。1937年12月、生徒太平寺に新設された空軍軍士学校の教育長となり、校長の紹介席に代わり公務を取り仕切っていた。南京戦後の1938年3月、 航空委員会再編により、軍令庁副庁長,長に就任。1939年5月、航空委員会の再改編で、軍令庁が廃止され、空軍軍艦学校教育長に赴任。しかし、12月12日に滑走路に止めていた練習機13機が、日本軍の空爆で破壊されたことから、主任飛行教官の女安数吉と共に、重慶軍法執行総幹部で、 軍法会議にかけられる。女は、その間重慶の軍事監獄に拘留されたが、長は、人事上の関係から監禁はされなかった。1941年1月、軍政局長何王金の計らいで無罪となり、軍務に復帰、空軍第三祖辞司令。第三祖辞司令部は、河南省、湖北省、潜水省、干宿省、四川省の一部地域の空軍部隊及び機関を、 統括し、区域内に駐留している部隊の作戦を指揮した。5月20日以降、与平総副大隊長に率いられた第五大隊の I-153-18 機補家系爆撃機を、生徒から南帝飛行場や近隣の政権飛行場、天水飛行場に被体させていたが、この通信は日本海軍に傍受されており、また暗号電報もすでに解読されていた。 24日、12空は、第1戦闘機隊の冷戦9機、観光9機、天佐田、遊亭各一機からなる南方隊、第2戦闘機隊の冷戦11機と誘導の98式陸上偵察機2機からなる北方隊を組み、襲撃を計画。26日朝、南帝飛行場に、南方隊の飛来の方を受け、南帝の第5大隊の I-153-18 機に、 乱州の天水飛行場への移動を命じた。その際、電話が故障していたため、無線電話を使用したが、天水飛行場も北方隊の攻撃目標であった。第五大隊は、政権飛行場を経由して天水に向かっていた道中、遠石上空にて、天水に先回りしていた後とについていた例、船体と遭遇し、与平荘器、超森吉器の2機が撃墜される。 第5大隊が、天水飛行場に到着すると、飛行場が、北西に敵機あり、着陸禁止の陸空連絡符号を出していたため、警戒態勢を取ったが、間もなくして、着陸許可の符号を下したため、11時30分に、着陸を完了し燃料を補給。しかし、そこに引き返してきた霊戦隊の空爆を受け、第5大隊は18機前機を喪失。蝶は責任を問われ、 天水航空団長、南六星と共に再度逮捕される。何王金と、もう国初の尽力で釈放されるも、二度の逮捕で、意気消沈し、空軍を去った。国境内戦中の1948年5月11日、軍部に復帰し、雲南省第10区行政正し差し船員、喧嘩保安司令。同年6月10日、空軍とは別の役職に任じているため、 空軍の業務を停止。1949年12月、混迷期に参加。中国人民解放軍に加わり、ボタン校、第七航空学校副校長。1962年に退役した後は、先生少林業長副長長。1989年、西安で病死。ありがとうございます。